こんにちは、ミッドウェスト大阪の岬です。こんにちは、村井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回は、ショッピング企画ではなくてですね、ちょっと息抜き企画ということで、何でしたっけ、岬さん、私物スニーカー全部見せちゃいますということで、はい、今日雨だったんですけど、いっぱい持ってきていただきました。いっぱい持ってきましたよ、もう本当にもうビッグ引きながら来ました。すいません、ありがとうございます。まあ本当汚い靴でお見せしちゃってすいません。まあ、前回のうちの見ていただいたラリーのレディーに引き続き、はい、ちょっとでもニックの好きになって、ニック好きなのがいっぱいあると思うんですけど、なんか僕の自己紹介も彼で好きになってもらえるところが増えればなと思う企画ですので、どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。いやー、12足ありますね。いや、12足はしかないですね。もっと買ったと思ったら、1年に1回も買えてないんですよ。もう僕もなんか勝手に20足ぐらい持ってるのかなと。ないもん。まあ、藤崎さんの厳選された商品、商品じゃないですね、厳選された私物が。金ないもん、もう。いやいや、まあでも結構いい具合にばらけてる感じですよね、その。そうかな、そうかな。なんかでもデザイン性の高いやつないよね。俺本当冒険できないタイプだから。まあでも結構。すっげえ靴って僕あんま履けないんだよね。なんかデニムで履きたいタイプなんで、全部リックみたいなのがあんまり苦手なんで、リックなんやみたいな感じになる方がいいんで。どれから行こう。まあ僕いっちゃ思い入れあるこれから行っていいですか。そうですね。これが。もう何っていう名前なのかもわかんないし、今ちょっとシーズン調べて、ちょっと今日来てないの、こう書いてない時だから15年経ってないと思いますよ、うん、経ってんのかなぐらい前の、もう今だったらちょっと加水分解しちゃうかも。スモッシュのやつから、こうそれがこれに変わりますよみたいな感じに言われたシーズンで、こういう今のジオバスケットに変わっていく過渡期のアイテムです。まあそうですよね。今僕が見てるデザインめちゃくちゃ中途半端だよね。なんかその発展途上な感じが。何この4つとか、何この、ここ4つでここ4つみたいな、何このデザインみたいな、ところなんですけど、これ激レアだなと思うね。まあそれは履いてる方は見たことないです。見たことないよね。はい。多分ね、素材も多分ちょっといいですね。オフじゃないかな、ちょっと高かったですよ。ああ、本当ですか。はい、確かに1倍ぐらい値段せんで、もっと高かったのかな。なんか本当は紐なしで履けて、ここにエラスティックバンドがついて、はいはい、レースなしで履けるみたいなことを言われてた記憶があるんですけど、結局上がってきたらなんかそれが不作用になってて、そのままだったみたいな感じですけど、なんかリックの靴の進化が見れていいですね。ねえ、そんなないでしょ。これがあって今の初期も結構こういう感じ、なんか中途半端なデザインで、なんかスニーカーっぽい、スニーカースキーブーツみたいな感じの本当デザインだったんですよね。今のジオバスケットかっこいいもん。これなんかこのもう見て、このなんか意味も分からずいっぱい甘いてたらちょっとアウトドアに寄ってた時だったんで、なんか山登りのトレッキングブーツみたいなのも紐がバーっていっぱいあるやつがちょっと気分で入ってたんですけど、僕気に入らなくて切っちゃってから、結局後で後悔して、なんか他のやつの紐入れてるんで、こんな状態になっちゃってます、これを12年前ぐらいに持ってる藤崎さんからすると、今のやつはだいぶ完成されてると。完成されてるよね。ここの膨らみとかも完璧じゃない、このこういうこの切り替えとかも。確かに確かに、今のやつ欲しいもん。ただなんか欲しいけど、なんかいっぱいあるし、もう置くとこないから、なんかいつもで、いつ入ってきても言ってるもんね、かっこいい、はい、かっこいいって、いつ見てもかっこいいと思うね。お客さんも結構あるあるっすね、その断捨離がないと奥さんに怒られちゃうって。うん、欲しいけど。そうだと思うよ。でまた結局捨てて一緒のやつ買ったら意味ないもんなと思って、なんか踏みとどまっている感じっす、今のジオバスかっこいいですよという。でこれソワシのやつですね。これはもう出ないよね。結構やばいですよね。いや、どうなんすかね。なんか僕は結構インスタとかも見てると、やっぱこれ欲しいみたいな方多いですよ。やっぱりなかなか市場にも出回らないらしいので、その二次流通とか。今のやつのかっこよくない。まあ、かっこいいですけどね。かっこいいですけど、今のジオバスほんとかっこいいもん。買え欲しいもん、
これはね、これはもう素晴らしいよね。でもこれはやっぱりなんかね、ナイキからのデザインを得てる感じがして、これやっぱエアージョーダンだよな、うん、ね、リックやっぱアメリカ人だなっていう感じすごいするし、なんか本当にハイカットスニーカーでプレミアムのやつってなかったですし、なんかインタビュー言ってましたよ、この当時12、3年前ぐらいのやつだったと思いますけど、かっこいい靴が世の中にないからスニーカーで作ってやったって、だから作ってやったって、へえ、かっけーって思っちゃいましたね。いや、マーケティング力めちゃくちゃあるんですよ。そうですよ、うん、このゾーンの隙間を狙ってやってるもんな、あの人って。そうっすよね、いっぱいいろんな形出てますからね、すごいっすよね。チューブの流れで言ってたらこいつか、これは名前もなんていうのかも分かんないですなんか動物っぽい、昆虫、昆虫っぽい、なんか生き物感があるんですよね。まあ、ミリタリーのデザインから、このレースにこのジッパーがついてるやつあるじゃないですか、はいはい、それをこう外しちゃったみたいな感じで、これの、まあ、ブーツバージョンみたいなのもあって、それもすっごいかっこよかったんですよね。それも欲しかったけど全然いつも店頭出なくて買えなかったっすね。それももう今出なくなっちゃったんで、これはなんかね、ここがついてるんでこう下がりきらないんで、僕の親指はすごく痛いです。結構なフォルムしてますね、うん、でもやっぱ後ろの切り替えめっちゃかっこいいっすね。 それこの時もまだ完成してない、今4つ、4つじゃないもんね多分ね。この切り替え入るのがやっぱリックっぽくていいですね。ね、ファインアートって言われるリックの感じが出てて、タンも中途半端な長さだしなと思ってまあもう、ね、それもいいんですよ。なんか今の方がいいはもちろん、ね、あると思うんですけど、昔のもいいっていつも思って、うん、でも本当今のやつってこう黄色くならないからいいじゃないですか、ね、あ、まあそうですね、こう見るとより、いやもうやっぱちょっと黄色いですね、うん、これでも3色になるのがまあまあそうですね、いいじゃんって僕は思うんですけど、やっぱちょっとね、大人の方が履いてるとちょっと汚く見えちゃうかなと思うね、だいぶストリート、そこは買い替えましょう、うん、で、この流れでいくとさっきも出てきてたこの辺ぐらいからシャート覚えてるんですけど、そのアイランドっていう、さっきこうジップついてましたっつってましたけど、この紐がない靴、これはもう発明じゃないですか。なんかノーレースの靴ってそれまでも、それまでもっていうか、マルタンもあのジャーマントレーナーとかでエラスティックバネルってノーレースで履けるようにしてたりとか、なんかこのスニーカーっていうか、なんか履きやすい靴を本当出してくるのがリックってうまくて、紐がない靴が出てきたんですよね履きやすいですよね、単純に。なんていうか、やっぱベルクロも発明だったし、このサイドにジッパーついてるのも発明だと思うんですけど、さらに紐がないっていうのがもうすごくない？うん、すごいです。紐がないのに、あ、しかもこれめっちゃ履きやすいんですよ。あ、意外と軽いですよね、これは。ほんと軽くて1日履いても疲れなくて、これはすごい履きますもんね、うん、これもちょっとシーズン消えちゃってるけど、なんかこれはアイランドっていう、これにスカート合わせてるシーズンで、このスカート合いそうっすね。これも黒も買えてよかったなと思うんですけど、これもでもそんな高くなかったですよ、15ぐらいなんで。でもスニーカーなのになんかこんなにドレープが出るっていうのはやっぱすごいいいですよね。そう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 、わかる、すごい、これすごいですよね、うん、これがないよね、このデザインないと。もうほんと靴でドレープ入るって、ビビアンのね、あのパイレーツブーツとか、あのラフのジップのペコスとかありましたけど、なんかあれに続くなんかこのデザインっていうね、リックはもうこの靴にまで彼のドレープ感みたいなのを落とし込めるんで、生み出してる感がすごいですよ、ね、そこが素晴らしいですよね、うん、かっこいいですこれも。でそれの、まあ、スニーカーバージョンということで、これも結構よく買っていただいたな、うん、これもなんか2つがひっついてるっていう、ほんとこの椅子ともうほんとに似てて、確かに並んでると本当に一貫してるんで、そこが素晴らしい。一緒っすよ、もう一緒一緒。もうなんかデザインと荒削りで、なんかこの未完成でハイブリッドでっていう、このなんかこの別のものが組み合わさってっていうのが、これがあのスリートーンのやつとかもあって、ここがキャメルで白でとかみたいなのもあって、それもすごいかっこよかったですね。アートしてますね、靴。アートしてますね。
多分シーズンでいくとこれの方が前だと思うんで。あ、そうですか。これグリームです。ちょっとグリーム10年選手ぐらいですか。それもこれもそうですよね。グリーム、この数シーズンはあの黒のこういうクレープブーツをよく出してて、この足首が締まってる黒のブーツめっちゃかっこいいでしょ。これその中で僕ずっと欲しくて、黒をあえて買わずにこのあの DNA ダストっていう鶏のもう鳥の足って感じでしょ。これすごい。先生確か意外と黒じゃないの買いますよ。むしろリク黒じゃないんですよね。黒の方が持ってなくて、黒のだってリクポーツ持ってないもんね。そうですね、ベタを持ってないっていう。うん、黒のショーパン持ってないですよ。リックがすごい黒着てるから黒のイメージすごいですけど、なんかお客様にもすごい黒いいですよってなんか勧めてる。なんか自分なんかどうしてもなんか物足りなく感じちゃって、なんか買えないでいるっていうだけなんですけど、ね、もう絶対黒買った方がいいと思うんですけどね。近年は黒になっていってる感じですよね、多分それで。あ、これ今のもう続いてるのもう一瞬じゃんっていうだけで。そうですよね。それがやっぱり今の空気感が投影されてこの感じになって、変わってないんですよ。リックってそこすごいんですよね。もう完成されてるんですよ。ストイックっすね、本当。ストイックなの。ストイックだと思います。これもすごい気に入ってます。これ裏返しても履けるんだ。ああ、それもかっこいいですね。これもやりましたね、こういう履き方も。それはやりますね。これしかもこの黒じゃないやつで買ったら別にデニムとかで履いても結構合うんで。かっこいいっしょ。いい感じです。これはもう結構ソール削ってきちゃうんですね。次はここのビシャスにじゃらんじゃないですか。いやこれも当時欲しかったんですよね、僕。これね、7年前ぐらいですかね、多分。多分。あ、本当。間違えてたらすいません。7年ぐらい前になります、確か。もうアディダスとのコラボレーション、これもすごい評判良かったですけど、まあ売れましたね、これもね。当然ですけど、持ちスニーカーなんて言われてましたね。あ、そうね、そんな感じに言われましたけどね。なんかいっぱいで、この後もマストドンとか、スプリングブレードとか、あとなんだ、いっぱい出たんですけど、なんかよく売れてたんで、なんか買えず、結局なんか買わずにこれしか買わなかったですよ。他買えるのかってのって思いますけど、なんとなくなんかみんな入って結構人気あるしなと思って、こんなに口コミくないですね。これはでもその時までってスポーツブランドとのコラボレーションってやっぱりスポーツウェアをなんかデザイナーさんに作ってもらうみたいなコラボレーションだったんですけど、これはもうアディダスの持ってるものをでリックが何をできるんだみたいな感じの、でコレクションも全部これ入ってて、まあ、そういう全く違うアプローチのコラボだったんで、あそこまでなんかコラボレーションでコレクションに介入することってなんかそんなになかったと思うんで、ね、あくまでもなんとかアディダスカプセルコレクションローンチしますみたいな、ね、なんかもうでショーパンとなんかレギースとかってさ、うん、なんかこっからコラボレーションのハードルが全体的にグッて上がった気がします。なんかね、いろんなデザイナーさんが、あ、こんだけやらなあかんねんやみたいな感じになったじゃないですか。まあそんなこと言うとあれだと思うんですけど、でこれは靴しか作ってないですから、なんかそこがすごくて、みんなやっぱアパレルも作るじゃないですか、トレーニングウェア。もうリクトレーニングウェア作ろうと全くしてないんで、もうまあでもこのシーズンまでそういやなんかこれで字を吐いてトレーニングマシンとか配置しててバカみたいなこと一つだなと思ったんですけど、スポーツシュート欲しくて、まあ、コラボレーションしたって言われてますよね。これ今だれ大丈夫ですよ。やっぱりあのグローバル企業のスペックでソールとかも大丈夫なんだ、今だにこれも生きてますね。二色買いと、いやこれは奥さんです。あ、そうなんですか。でもチーズなんかさ、このだって素材替えしてきてるのとか超すごくない、なんか。そうっすよね、うん、確かに確かに。これ僕じゃないです、うん、これも可愛いですね、うん、なんでこっち買わなかったんだろうと思いますけど、なんかこっちみんな買いそうだったのでこっち買っちゃったんですか、うん、僕はやっぱ黒白いいなと思っちゃった ね黒白買った方がいいですね、うん、で、まあ、これに来るんじゃないかな、次ネクストスタンダード的に
こういうのを経て、まあ、こっちがナイキだとすると、これがコンバースみたいな感じと思ってもらえばいいじゃないですか。ラモンズって言われて、なんかラモンズって使えなくなったらしいですよ。だからスニーカーズって名前が今、ボートとか、ボートって言われると、もうスニークとか、ローって言われてますけど、僕は意外とこれ、このしか持ってないんですよ。なんか、ローカットは持ってなくて。まあでも、かっこいいっすよね、スニーカーズ。僕はこれ、このこの紐のゆるゆる巻きで、こうジッパー開けっぱがおすすめです。なんかその履き方もいろいろできる。今はなんか前までちょっと縛り目の方がおすすめでしたけど、今はちょっとこのぐらいで、なんかパンツのラインがストレートだと思うんで、ストレートっぽいやつで、これにもあえてちょっとボリューム持たせ気味でこう履いちゃう方が個人的にはいいんじゃないかなと思って、これもでももう FW の15なんで、もう6年も前になりますね。いい味出てます。6年前、いい味出てんのかな。いっちゃんかっこいい状態じゃないですか。そうなの。もう僕何にもしないんで。何にもしないのもやっぱかっこいいですもんね。いや、そんなことない。綺麗にした方がいいと思います。本当ですか。綺麗にした方が、僕はお客様のやつ見て綺麗にされてるから見て、やっぱ綺麗にした方がいいなと思うんですけど、正確に何もできないんで。で、これ17年ぐらいですね。これ17年のボートです。ボートもずっと欲しくて、ようやくなんかタイミングがあって。なんかセットアップによく合わせるんですよね。あ、そう、これうちこれちょっとそうなんです。僕の結婚式の時にこれ買いましたね。いいっすよね。ビッグのスーツで出たんで、その時にこれを半年前に買って1年間半年間ぐらい履かずに置いといて、その日に下ろしたんで。あ、初下ろしだったんですね。そりゃそう、もうそんな汚れてく下げられないじゃないですか。まあそうです。1回もスーツも1回も下ろさずに買って。それは初めて聞いたっすね。スーツそれ以外で結局着てないんですよね。なんかそうです、シャツも全部買ったんですよ。はい、その時に買ったスニーカーです、ね、これももう素晴らしい靴ですね。もう完璧です。思い出深いですね。もう完璧です。このなんでみんなこれ買えてないんだろうと思ったんです。僕でもよくこれボートは廃盤になってるんじゃないですか今。あ、そうです。僕よく言われますよ。だからちょっとボート次出たら欲しいねんけど。ほんまやほんまや。これ今ね、はい、消えましたね。だから世界的にもあんま売れてないのかな。そうなんですかね。まあ、でも履いてる写真とか全然見たことないです。日本って、言われてみれば。日本人ってクロップトパンツにこれぐらいってやりますけど、外人っていうかやっぱ世界的にはもっと短い丈にでっかい靴みたいなのとか。そうですね。うん、NBA 的なスタイルって。リックだとやる方多いもんね。ハイソックスにしてみたいな。まあ、次出たらぜひご紹介したいんで覚えておいていただけると。そうですね。で、廃盤つながりでいくと、だからソックスも出てないじゃないですか。ソックスも欲しいですよ。今メンズは今ブーツですね。ブーツか、こういうタイプのブーツもね、うん、今はソックスないですね。ソックスがなくて、ソックスも言われますなんで。あ、本当ソックスいいっすね。そうだよね、はい。まあ、ソックスもそれが欲しかったんですけど。あ、このキャップの方も。キャップのソックス欲しかったよね。キャップのソックス欲しかったけど、結構僕後で、最初はね、やっぱリックの靴、今のヒールもそうですけど、ソックスももう何がかっこいいのか全然わかんないタイプなんで。あ、そうなんですか。何をかっこいいの、もう全然わかんない、いつも。こういうのはわかるんですけど。あ、まあ、好き系ですね。うん。なんか、ああいうなんか、とかって僕本当わかんなくて。だからいつも買わずにいて、でも後々なんかこうおすすめしたりしてる中で理解ですか、こう深まってきて。そうですね、それはあるですね。それでこのソール、あ、でアディダスの契約が終わって、こういうソールで出てたやつっていうのがリックのメインラインの方に出てくるようになって、オブリックインランナーだったっけ、なんかそんな名前だと思うんですけど、これは18年の秋冬に買いました。ストレッチレザーの裏地ボンドです。多いっすよ。これもクロプトパンツとかにすごい合うんでおすすめですね。ただここ踏んつけすぎちゃって、ここがなんかちょっと裂けそうなんで、気をつけて履いてますね。それにポッツにダウンっていうリックのスタイリングめっちゃ真似したかったよね。ジャンボリベットにこれね、もうめっちゃなんかパリだった時もリックもこれ履いてました、ね、これが白コンビ履いて、やっぱ超かっこいいなと思って、思った。それも次出た時はぜひ皆様ご
ご紹介させてくださいということで、ね、ソックスは行った方がいいっすよ。まあ今これ以降いっぱい出ましたよ、うん、ブランドとかも、まあ、なんとかなんないっぱい出ましたよ、うん、で全然いいですけど、でもやっぱりリックはねやっぱ早いよな、この辺も。だからそう考えるとすごい、あ、これで、これ最近買いましたね、一番最新ですね、一番最近買いました、ジャニューのやつ、10年の秋冬、久々買ったって言ったよ、ね、もう全然食う顔ないんだよ、3年ぶりぐらい3年ぶりに買ったっすよ、リックの靴、全然食う顔ないもん、ね、いやもうこれは完璧じゃないですか。これはでもラリーの時が欲しかったけど買えなかったんで、でコロナ始まっちゃってうちのオーダーもちょっとねシビアになってきて、あんまり足数入れれなくなったんで、なかなかこう買うタイミングなくて、これはようやく秋冬買わせてもらいました。これ次の秋冬結構いっぱい取ってますから、あの今店頭ほとんどないですけど、その辺ねこういうのとかジオも見に来てもらえればと思ってますよ。まあ、これもねこのソックスとかみたいに、いやーこれ欲しかったんすよみたいななるかもしれない、ね。そうね、そうね。今まだ続くと思うけど、はい、店頭で見ていただけるときはもうとりあえず履いていただきたいですね、一回これも、うん、これ穴熊ですね、僕の中では、うん、めっちゃ可愛いです、可愛い、かっこいいです穴熊の靴、ね、天王寺動物園にいますから、これね、かっこいいでしょ、はい、おすすめです。まああのなんかいろいろリクエストいただければ、やっぱりどうしてもお店のオーダーになるとうちも黒軸になっちゃいますし、クリアソールとかもそんなにいっぱいやらないし、なんかこういうので高いレザーとかもあるんで、なんかそういうの欲しいよみたいな感じのお声があったらね、はい、ちょっとトライして入れてみたいなとか思うんで言っていただけるといいよな。こういうのにピラルクとかクロコとかだったらあるんで3、40万なんかなると思いますけど、そうですね、今クロコあんま多分ないのかな、うん、視聴者様の声もいただければと思っております。本当にもうお見苦しいものをお見せしちゃって申し訳ないんですけど、まあ、次の秋冬もあの7月ぐらいからはもう靴も結構スタートしてくるんで、今ほとんどなくなっちゃって、結構噂だと日本中品切れらしいって、なんか結構そう聞いております、ね、はい、なんでなのかちょっと分かんないですけど、僕も変えてないですね、やっぱりリックいいじゃんって、めちゃくちゃ本当あのレビューさせてもらったラリーぐらいからなってるっぽいよね。なってます、完全になってる、はい、っていうのもあって、まあ、ヒールブーツでしょ、スニーカーでしょ、ボゾでしょ、ジオでしょ、あとカーボンバスケットでしょ、あと新型出ます、はい、お楽しみに、ゲスなんとか、はい、ね、あれはめちゃくちゃかっこいいですね、めちゃくちゃかっこいいやつもオーダーしてますんで、まあこういう系のランニング型のボリュームソールのかっこいいのも撮ってます、はい、はい、リックが砂漠で入ったやつ見ておいてください、ぜひこの写真、あーかっこよかったです、もう本当にねリックの靴は面白いんで、で意外とこのブランド感ないじゃないですか、あ、そうですね、知らない人はね本当に何やリックオヤスっていう、あのどこの靴ってしかなんないんで、そういう点で僕は持たれてもいいんじゃないかなと、好きな方が見るとアーリックって分かるぐらいのもんなんで、かなりマーケットとしては履いてる人少ないと思うんで、まあ、ちょっとレアなシューズの欲しい方はおすすめしたいと思います、はい、まあ、今後ともどうぞよろしくお願いいたします